マルサンホビー動画チャンネルです。自信作を輝かせよう、マルサンホビープラモデルコンテストの、ご案内です。7月20日、昨日締め切りさせていただきました、マルサンホビーの、プラモデルコンテストの、作品の方がですね、たくさん出揃いまして、今回はなんと71点の、参加エントリーがありました。どうもたくさんありがとうございました。本日もその残りの、作品の方を、一つ一つご案内させていただきます。エントリーナンバー37番、ビジュアル部門での、ご登録になっております。こちらは SD ナイチンゲールで、バンダイの SD ガンダムを使っています。プラネームはケイジさんです。こちらも女性の、プラモデルの、プラモデルを作ってきていただいた、参加者の、方になりまして、アピールポイントのところはですね、この大好きなナイチンゲールをですね、大好きなメタリックカラーで、塗装しました。もうキラキラ大正解ですということで、本当にこういったメタリック の, 塗装が、大好きなお客様です。色としてはガイアノーツのプライマリーメタリックレッドを使用しています。さらに部分的にいろいろこう、着色とかもされていってますので、回転させながらちょっと全体を見ていこうと思います。こちらのですね、SD ガンダム、特にナイチンゲールというこの機体はですね、こう曲面が非常に大きくて、部品も大きい、部類になっております。そうすると割とこうメタリック塗装っていうと、こうどんどんこう流れていっちゃって、こう溜まってこう黒っぽくなってしまうっていうことが多くあるんですけれども、そちらの方をしないようにきっちりこう塗装されているところが、まずこの作品の、素晴らしいところになります。あと細かい部分ですね、体の部分や銃など、こういったところはこうガンメタリックを使いまして、この辺もワンポイントになってます。あと、腰アーマーなど の, バーニアのこの、その噴出口の、枠の部分や、あとこのプロペラントタンクの白なども、綺麗に塗装されてまして、バーニアの内側などもシルバーで塗装していますので、こういったポイントポイントの部分が非常にこう際立つ、作品だと思います。黄色のね、このジオンマークや腰アーマーについたこうシャアのマーク、こういったのもこの作品のこの、出来栄えの、一つの手助けになっていると思いますので、ぜひご覧になってください。はい、こちらエントリーナンバー38番、ビジュアル部門での、ご登録です。作品名がチトです。こちらの使用キットがですね、ファインモールドの35分の1スケールの、4式抽選車チトです。プラネームは月影さんです。こちらの作品のですね、アピールポイントはですね、まず月影さんが初めての、ファインモールドの作品とのいうことです。でこちら の, カラーリングですけれども、こうゲームの方で、ワールドオブタンクというこうゲームがあるんですけれども、その時 の, ファインモールド の, コラボ時のカラーで、こう意識して、作ってあります。でこちらじゃあちょっとまた、細部を見ていこうと思います。こちらの方はですね、この、グリーン の, 塗装はされてますけども、先ほど、ゲームですね、こちらの方に登場した時にはこのカラーリングになってまして、この月影さんがこちらの、戦車をそのゲーム中に使っているということで、非常にその部分での思い入れが強く、こちらのカラーリングとしての作品になっています。で基本的な工作はしっかりしています。さらに塗装の方もですね、エアブラシの方でこうこの、緑色を拭いた後にこう汚しとしてちょっと雨でこう垂れたり、あとこの油汚れが垂れたりするように、こう流れ方などもこう意識しながらこうウェザリングなどをしていっています。さらに細かい装飾品の、こう装備品ですね、スコップとか、あとワイヤー類、そういったのは手塗りの方でこうしっかりこう塗られていまして、さらにこの、こうフォトフレームを利用しました、この地面のところですね、コルクの板の上にこのカラーパウダーなどを使いまして、ただこう飾っておくよりも、こちらの方で
飾ることによりさらにこの作品の魅力が上がっていると思います。次はエントリーナンバー39番です。創作部分でのご登録です。こちらはビグザム2号機です。作品名がビグザム2号機です。で使用キットがバンダイの550分の1 の, ビグザムを使用しています。でプラネームは、シマウマロさんです。こちらの、商品のアピールポイントですね。好きな少し改造して自分の好きな形にしてみたということです。ですのでちょっとこれも細部を見ていこうと思います。でこちらの方ですけれども、まずこう旧キットのビグザムの方を使用していまして、カラーリングをちょっとこういったグレー系の落ち着いたカラーにしています。でこちらのちょっとお客様とお話しさせていただいたときにですね、この、上の部分とかちょっとこう角の部分とかがこうちょっととんがった部分が本当はあるんですけれども、やはりちょっと好みでこう、どちらかというと水中モビルスーツの頭のようにちょっとこうつるっとこう滑らかな形が好きだということで、こういう風な再現になっております。でさらにバーニアを、追加したり、こうプロペラントタンクを、追加したりで、上部の部分にも一部こう、パーツなどを追加し、で足のもものところにはこう、追加装甲としてのカバーなどもついています。さらには足のこう部分はちょっとこうバランスをこう良くするためなのか、ちょっとこう広めの足の裏をこう意識して作られているみたいで、こういったIF のモデルなんですけれども、元のキットからさらに想像させてこういった風に工夫して作っていくのもプラモデルの一つの楽しみだと思いますので、ぜひこういったのにチャレンジしてみてください。エントリーナンバー40番、ビジュアル部門です。こちら作品名がパワーローダー X4 です。こちら使用キットはプラモ の, パワードール2に登場します、パワーローダー X4 プラスの装甲歩兵です。プラネームは、ドワフさんです。こちらのアピールポイントはこのオリジナル の, フル塗装の、ことが、アピールポイントです。じゃあ細かくこう各種を見ていきます。まずこちらの方ですね、先ほども言ったようにフル塗装をまずしています。あとはオプションパーツのこう、公開用ブースターも取り付けています。で色の方はオリジナル要素をつけまして、こう肩の部分を赤く塗ったり、肩や足のところですね、一部パーツを金色で塗ったりとか、そういうところをちょっと通常よりも違う色で塗ったりしています。さらにフレームやこう重機類ですね、こちらの方もガンメタリックの方で塗装がしてあります。であとこう細かく、こういろいろなんていうか墨入れとか、こうディテールの方をこう綺麗にまとめている、ちょうどこう教科書的な作品として仕上がってますので、ぜひこうこれからこうプラモデルを使う方はですね、こういうのも一つのやり方ですから、ぜひ参考にしてみてください。こちらはエントリーナンバー41番、ジュニア部門です。作品名は城安土城です。使用キットは同友社のジョイジョイゴールドシリーズの安土城です。プラネームはキヨさんです。こちらの、ね、アピールポイントの方は色をですね、こうお母さんといろいろ頑張ってつけてみました。ではこちらも、細かく見ていこうと思います。まず使用しているキットがこうゴールド の, モデルだもんですね。この、屋根の部分などはゴールドのままでこうそのまま使っています。ただこう城壁 の, 壁の部分ですね、こういったところを赤く塗ったりとか、あと石垣の部分を細かく一つ一つ丁寧に違う色で塗っています。で一つポイントとしてはですね、このお城のこう横のところにあるこう中庭的な部分があるんですけれども、そちらの方にですねこう池のこう絵を描きまして、
そこのこう中にこうちゃんとこう鯉がこう泳いでる、そういうようなちょっとこう、ワンポイントも入れてるところがやっぱりこれ発想の転換で面白いと思います。なかなかねこのお城とかもあのこう、もともとはもう消失してなくなってしまったお城ですので、こういったあのこう想像を広げてみるのも楽しい、あのプラモデルの楽しみの一つだと思います。エントリーナンバー42番、創作部門です。作品名がアムロ専用ライジングフリーダムガンダムです。使用しているキットはグバナイの144分の1のライジングフリーダムガンダムになります。でプラネームはヒロさんです。でこちらのアピールポイントはですね、アムロレイがあのコンパスのメンバーになっていたらというイフの、あの登場機を、想像して作っています。ではこちらも細かく見ていきます。こちらの方ですね、あのこうまず彩色の方をニューガンダムに近いようにこう工夫しています。全体を、ちょっと筆塗りでこう頑張って塗った感が非常にありまして、で羽の部分や胸の部分で頭部などですね、こう部分的には本来ニューガンダムだと黄色い部分をこう金色にしたりとか、あと体の部分のこの黒い部分ですね、こういったところもちょっとこう青系から黒系にこう近い色合いにしています。さらにこうビームライフルはこうニューガンダムのものを持ってまして、さらにシールドもこう2枚重ねで、ライジングフリーダムのシールドの上からニューガンダム の, シールドを取り付けてあります。でちょっとね、実際見てみないとなかなか分かりづらいんですけど、腰のビームライフルラックのところにはニューガンダム用の、ビームサーベルが取り付けてありまして、でシールドの裏にも2本追加のビームサーベルがこう追加しているなど、いろいろこうオリジナル要素が入った、こういったミキシングの、ガンダムのこう作品になっています。こちらはエントリーナンバー43番、ビジュアル部門です。作品名が、登場時最終話です。使用キットがバンダイの SD ガンダムの、ガンダム WX です。で、プラネームはトゥモローさんです。こちらの方ですね、SD ガンダムを使用しました。ガンダムの WX を2体使いまして、一つは登場した状態のこの新しい状態で、もう一つは、こう最終話で戦ってこう、朽ち果てた状態でこう横たわったシーンがあるそうなんですけど、そちらの方をこう再現して2体、並べてあります。ではこちらの方も細部を見ていこうと思います。こちらのキットの方はですね、この2つのものを使った前後をこう、想像させる、キットとして、作ってあります。で、ノーマルの方もですね、きれいに塗装がされ、墨入れなども細かくされています。そしてこう最終話の方のこの、破損した WX の方はですね、こういろいろこう、カットとかそういうのはちょっとこう苦労されたみたいで、背中のこうサテライトキャノンとか、足の部分、あとこのサテライトキャノンのこの翼の部分ですね、そういったところをその時のこう壊れたようなシーンでこの SD ガンダムをこう、うまく、使用し再現しているところが、ポイントの一つになってますので、こういったちょっとね、ダメージモデルみたいなのも、作ってみると、非常にこの作品の中の、こうストーリー性が上がってきますので試してみてください。こちらエントリーナンバー44番、ビジュアル部門です。作品名が US2 のメイドバイ KHI です。使用しているキットは青島の US2 です。プラネームは月影さんです。こちらのモデルはですね、こちらの、US2 の、キットを使いまして、このベースにですね、波間シートと、裏には海がこううねってるような感じで再現されたこう台の上に乗っています。
で、こちらのアピールポイントとしては、元航空機開発者が US2 を一生懸命作りました。本当に大変だったというコメントをいただいております。では、こちらも細部を見ていこうと思います。こちらのキットはですね、非常にこう基本に忠実に綺麗に塗装やこうパーティングラインなどの処理がされています。苦労した点としては、まあ、ちょっとパーツのところの、付ける部分がこう隙間がちょっと空いたりとかして、そこのパテ埋めなどが大変ちょっと苦労されたそうです。あとはこの、窓のくま取りところはすごくこう綺麗に塗れたとこうちょっと言っておりましたね。それで機体の上の部分の黒いラインなどもこうちゃんとマスキングして、エアブラシで拭いております。さらにちょっとこう、本体のところにもですね、少しちょっとこう、汚しというかこうウェザリングが施されておりまして、まあ実際こう使用しているこう飛行機の状態をしています。さらにプロペラの先端とかはですね、こう、デカールでこう貼ってあるんですけども、これが表と裏にあって、さらにこう一つのプロペラがこう6枚もありますので、こういうのがこう非常にこう貼るのが、大変だったそうです。まあ、あとフロートのね、付け根の部分とかもこう結構こう気を使って付けられたとか、まあ、作るのにだいぶちょっと手間はかかったらしいんですけども、その分こう愛情が注がれたこう作品になってますので、ぜひこちらの方も、ご覧になりに来てください。こちらエントリーナンバー45番、ビジュアル部門です。作品名はマスターグレード100分の1スケールニューガンダムバージョン KA です。こちらの方はプラネームはジャッジメント中島さんです。こちらのプラモデルのアピールポイントですけれども、こう劇中で語られなかったニューガンダムの最後をイメージして再現しています。こちらですけれども、映画の時にですけれどもね、ニューガンダムの方とサザビーのコックピットの方ですね、それをアクシズにこう押し付けまして、こうアクシズのこう軌道をこう変えようとこうやってているんですけども、最後はこうアクシズがこう逸れていきまして、地球からこう見上げてこう何ですか、人々がこう逸れているのを確認したような感じになってます。そこで実際この、物語としては全然このガンダムとか最後のアムロのこう描写がなかったんですけれども、なんですか、先行のハサウェイの映像の中に一瞬このアムロがですね、宇宙空間をこうさまよって、まあ、ヘルメットをかぶらないでこうさまよっていくというシーンがありまして、そちらの方をこう、同じようなこうガンダムですね、ニューガンダムの方もこうダメージを受け、さらにコックピットハッチが開いて中のこうアムロがもう登場してない状態ですね。こちらを再現しています。でも装備などもこう一部も、なく、まあ、武器類なんかも全てもこうなんていうの、紛失したような状態でこの作品の方は作られてます。こういったダメージの方ですけれども、非常にこれ見た雰囲気が良くて、アクシズの重力のね、地球の重力に惹かれながら燃えていったこうシーンがあるんですけども、まあ、その中でこのニューガンダムがこう一生懸命傷つきこう焼かれていくというようなこうダメージをこちらの方で再現しています。こういったこうイフモデルではありますけれども、そういう作品の中の1シーンを、こう考えて作ってみてはいかがでしょうか。こちらはエントリーナンバー46番、ビジュアル部門です。作品名は、マスターグレード100分の1スケール、ハイニューガンダムバージョン KA です。使用キットはバンダイです。プラネームは、ナエウサギさんです。こちらの、アピールポイントはまず全塗装をしています。さらにディテールアップでグラデーション塗装や、筆塗り部分塗装などを初挑戦でも頑張った、作品です。
ではこちらも細部を見ていきます。こちらの、排入ガンダムですね、ちょっとこの色合いもこう落ち着いたこのグレーと紫の、このボディ色になってます。ちょっとねボディの部分のね色が少し濃いめになっているのも、まあ、この、作品を作ったナエウサギさんの、まあ、こだわりだと思います。さらにこのパネルの部分ですね、本来はデカールでこのグラデーションになっているような感じをこう再現するようになっているんですが、その部分をエアブラシでこう再現してちゃんとこのグラデーションを再現しています。さらにこうプロペラントタンクなど のモールドのところにこう、黒くこうすすけたようなこの、状態を再現したり、あとこう細かい部分などはこう筆塗りで塗装していますけれども、そういったところもこうエアブラシのこの塗装に負けないくらいこう頑張ってこう綺麗に見せています。ですのでこの、細部の部分いろいろこのちっちゃくこうオレンジ色だ、あとこの銀色、赤、まあ、その他いろいろこう色を使ってるんですけども、そういったところもこう丁寧に処理されています。まあ、全体的にもちょっとこのグラデーション調に黒いこう、ラインなどが入ってますので、非常にこう落ち着いた感じのしたキットで、しっかりこう工作をこう基本的に作られたこうやはりこちらも教科書的な作品になっています。こちらエントリーナンバー47番、ビジュアル部門です。作品名が、クアドランローの、ミリ焼きです。使用キットは長谷川の、クアドランローになります。こちらのアピールポイントはキャンディー塗装に少し自分のオリジナルの差し入れを入れたことが、アピールポイントになってます。でこちらの方ですけれども、こう中にですねこうパイロットフィギュアがこう乗ってまして、こうやって中ねちょっとこう開けられるようになってるんですけれども、こちらの方にこうちゃんとパイロットフィギュアも、登場しまして、塗装もこうしっかり、されています。こちらの方もポイントの一つ高いところになります。でちょっとこれ一回閉めちゃいますね。で閉めちゃって、そしてちょっとこう細部をこう見ていきます。はい、こちらの方ですは、こちらの方はですねメタリックレッドの上にクリアレッドをこう入れたタイプのこうキャンディー塗装にしています。そして体のこの部分ですね、この丸い輪の部分やこの腕のところの、銃口など、こちらあと胸のところの銃口などはシルバーにしています。まあいろいろこうオリジナルカラーの要素を取り入れてまして、あとまあグレーの部分は艶消しのソリッドのグレーにしています。それによってこのグラデーションのところのこうきらびやかさとちょっとこの、グレーの艶消しの部分が非常にこうマッチしているように見えます。さらにまあ黒いラインなどもこうちょっとこう、色合いというか艶感を変えることによって、この辺にも、ちょっとこの、まあ、メタリック色とのこのバランスを取りながらうまくこの、再現しているこう素晴らしい塗装だと思いますので、ぜひこう今度キャンディー塗装などチャンスレンジされる方はこういったところも参考に色を塗っていってみてください。こちらはエントリーナンバー48番、ビジュアル部門です。作品名がレッドストームです。使用キットはタミヤの35分の1スケールドイツ4号戦車 G 型です。プラネームマタロウさんの作品です。こちらのモデルはアピールポイントの方が、こちらのこうジオラマの上に配置したフィギュアやあと戦車、こちらの、配置にこう苦労したと、言っております。ではこちらも細部を見ていきます。まずこちらのですね4号戦車の方がこの、電柱の方にこう、まあ、衝突しまして、こう電線が切れこうまあ、上にこう電線がこう絡まったような状態がまず再現されております。でこの状態で、まあ、結局こう、まあ、スタックしたかでこう動けなくなってしまったこの4号戦車からまあ、中の戦車兵たちがですねこう、
脱出のために出てきたんだと思うんですけれども、そこをあのソビエト兵たちにあのこう攻撃されまして、ちょっとこう、残念なことにも死傷してしまったというような、シーンになっていると思います。さらにあの、ロシア兵たちはですね、どんどんあのソビエト兵たちはですね、まだどんどん、迫り来るあのこう敵に対して、まあ、攻撃の姿勢を緩めず、あのこのバリケードの、後ろに隠れたり、さらにこう追撃のあのこうためのこう準備をしているというような状態を、再現しているんだと思います。ちょっとこうね、戦争のねこう悲惨さのところがどうしてもこう、出てきてしまう、まあこういうジオラマの作品ですけれども、こういったところからあのまた戦争に対するいろいろな思いもあの皆さんこうお持ちになると思いますので、ぜひあの、まあ、こういったあのプラモデルキットだけではなく、この戦争によるこう悲惨さを、まあ、皆さんでこう考えてみてはいかがかなと思える、作品の一つです。はい、こちらエントリーナンバー49番、ビジュアル部門です。作品名が AF クラブの、T3485 です。プラネームは、62343です。こちらのアピールポイントはですね、あの砲塔をわざわざ174工場から183工場に、直したところです。あのこのベルリン侵攻の時にはなんかこの、作られた工場が174ではなく183だったので、そちらの方にあのこう形状をあの変更したところがあのポイントです。ではこちらの、細部を見ていこうと思います。こちらのキットはですね、 FV クラブの、まあフルインテリアの、キットを使いまして、中も非常に細かくあの塗装もされてます。で、あのこの時のですね、あの T34 にはあのこの、ベッドスプリングを使いました。この、 あの防護壁があの付けられてまして、こちらの方があのこう細かく丁寧にあのこう付けられてます。さらにあの塗装の方ですけれども、まあ、基本的にこうあの、まあ、俗に言うロシアングリーンですね、こちらの方であのこう塗られまして、あのさらにウェザリングやあのこのタッチなどを非常にあの細かく、塗られてまして、ちょっとこの汚れ感やあの、ウェザリングなどが非常にこう際立った、作品になっています。さらにすす汚れや油汚れ、そういった部分の汚しや、あと履帯の部分のこの、塗装ですね、こう泥などがこうまみれて汚れ、さらにこう錆びたり油などがついたり、あとフェンダーなども一部こう欠損してなくなっているなど、細かいところまでいろいろこう丁寧に作られたあの作品になってます。こちらがエントリーナンバー50番、ビジュアル部門です。作品名がタミヤのベスペです。仕様が、まあ、タミヤの35分の1のベスペを使っております。プラネームは、62343です。こちらアピールポイントはですね、あの完成して良かったということです。なぜかというと、一度作るのに失敗してしまったあの作品の再チャレンジです。ではこちらも、細かいところを見ていきます。こちらの、モデルですね、もうパッと見てもあの分かるように非常にこう美しい仕上がりになってます。このダークグイエローのこのボディにあのこの、グリーンの細かいこの、迷彩が施されてまして、こちらの方もなかなかこう描くのはあのこうエアブラシでもあの難しい処理の一つになってます。さらにそこに表面にあのこう錆びれたようなちょっとこのすす汚れなどの、汚れを施してます。そしてあのこちらの方は、まあ、戦闘室の方がねオープンタイプになってますので、そちらの方につけてますいろいろな機器ですね、通信機などそういったものも細かくあの丁寧に塗られてます。さらにこの後ろのですね、あの板の上に、砲弾などがこう並べられてまして、こちらの方も、戦闘時のこの臨場感を、増しているアイテムの一つになってます。砲口なども、まあ、きっちりこの、すす汚れなども、再現してます。天輪などもあのこう走った後のこのちょっと、汚れて、まあ、乾いた状態ですね、ちょっとこう
ほこりまめらな状態になってまして、履帯などもそれに合わせたウェザリングが施されてます。まあ、非常に綺麗にまとまった作品だと思いますので、ぜひこちらの方も洗車のプラモデル使われる方は参考にしてください。こちらエントリーナンバー、51番、ユニーク部門です。こちら作品名がガンダムエイジ二式紅です。使用キットはバンダイの、ガンダムエイジ2ノーマルです。プラネームはメンメンさんです。こちらの、アピールポイントです。内刀の明けもみじや、太刀の、スイカなどの、日本刀にひょうたん型のグレネード、あと両型の竹や松のエンブレムに、弓矢に変形するリアアーマー、下駄など、まあ、ガンダムエイジ2に、和風の、要素を、取り込んでみました。ではこちらも細部を見ていこうと思います。こちらの方ですね、まあ、作品としてはいろいろなこのミキシングの、キットです。まあ、ガンダムのこのエイジ2やダークハウンド、それ以外にもまあ様々なキットなどを使用し、こちらの形にしています。一応右肩の方はスプレー缶でこうグラデーションをちょっとチャレンジして塗ってみたそうです。で、まあ、肩のその松竹などのこの絵のところは、まあ、手塗りで再現して、さらにこの鞘ですね、この、桜やもみじ、こちらの方の、カラーリングも丁寧に全てこう手塗りの方でやってます。最初は何かこうサイドパーティー のデカールでも使ったのかなと思ったんですけども、これは全部手書きで再現しています。で、足のパーツをこう逆さまにすることによってちょっと下駄風な足に、なってます。まあ、これによりさらにちょっとこの和風テイストが上がってます。で、背中に後ろについているこのパーツがですね、一応こう分解して合体させることによって弓状のこの、武器になるという発想もなかなか面白いですので、このように、まあ、ガンダムいろいろパーツ使ってミキシングしてオリジナルガンダムを作ってみてください。こちらエントリーナンバー52番、ビジュアル部門です。作品名が、ガンダムルブリスールです。使用キットがバンダイの144分の1のハイグレードガンダムルブリスウルです。こちらプラネームは赤月さんです。で、こちらアピールポイントは、まあ、アニメのカラーをリレクトしてアニメのカラーをこう、ちょっと参考にしてなるべく新緑色に調色して塗っています。ケルディムガンダムというのがOOにあるんですけども、そちらの方を参考に色を決めたそうです。ではこちらも細部を見ていきます。こちらのキットをですね、全体筆塗りでこう、塗ってまして、それでもこう非常にこの筆の塗った感が出ないように、こう綺麗に塗装がされてます。さらにはちょっと袖がまあなんていうんですかね、うまくこう言えないんですけど、こうちょっと汚れ感みたいのもあって、まあ、使用したこうキットこう戦った後のこのモビルスーツの、雰囲気も出てると思います。まあ、細かく色もこうブショブショこうグレー使ったりこう、赤などを使ったりしまして、こちらの、ルブリスウルのキットのこの魅力を引き上げるように塗ってます。まあ、色の方もですね、そのケルディブガンダムをちょっと参考にして塗ってますので、まあ本来の明るいグリーンからちょっとこうミリタリー調の、濃いめのグリーンに、してますので、ちょっと色合いを変えるだけでこういったキットは雰囲気が変わりますから、そういった彩色の方も考えて色を塗っていってみてはいかがでしょうか。はい、こちらエントリーナンバー53番、創作部門です。作品名が、スカーレットデルタ、現実のヨハネです。こちら使用キットはタミヤのオートバイのキットやバンダイの、サーティミーツシスターの、キット、あと、プチュアライズシリーズの、この黒沢ダイヤの、頭部パーツなどを使っています。で、こちら、プラネームは
坂新さんです。でこちらの方ですけれども、アピールポイントはやはりこの、ラブライブサンシャインの、キャラクターというところを使いました沼津愛を主張しております。そしてこちら、まあ、躍動感やあとディフォルメとの、とスケールのこの、絶妙なバランスを、再現しています。ではこう細部をこう見ていきます。まずはですね、プチアライズの、ラブライブサンシャインのダイヤの頭部を使ってそこにこうヘルメットをつけていっています。でこちらの方ですけれども、こう透明のバイザーのところからそのプチュアライズのですね、このダイヤのこう顔がちょっとこう綺麗に覗けますでしょうか。ちゃんとこう中に目瞳とかそういったのが見えるようになっています。さらにこちらのですね、ボディの方はですね、サーティンミニッツシスターのリリネルを使用して、そちらの方にまたパーツなどをオリジナルで改造したものをつけています。でオートバイの方はタミヤのホンダ CBR1100WX、スーパー、ブラックバードを使用しています。でそちらの方にこう劇中に登場しました、こちらの、スカーレットデルタというオートバイですね。これは現実のヨハネというアニメの中で沼津市長からこのダイヤの方がこのパワードスーツを着て飛び出していくんですけれども、そのオートバイをこう作っています。さらにこのルビーというこう妹のこう、キャラクターとですね、このオートバイのところがこう融合するんですけれども、それの方をこう、再現したこう、バイクのところのですね、メーターの部分、そちらの方にもちゃんとルビーがこう見えるように、これはどこかシールかこれを何かプリントしたんだと思いますけど、そういうのを持ってきて細かいところまでこう再現してある、威力作です。こちらエントリーナンバー54番、ユニーク部門です。こちら、作品名が舞い降りる包丁です。使用キットは、ボーダーモデルの35分の1スケール、JU87G 通過対戦車攻撃機です。こちらの、プラネーム作品出された、方のプラネームはナンバー6です。アピールポイントは、猛禽類が獲物に、飛びかかるように腹を空に向け急降下姿勢をとる、出通過を製作しました。本体と白い、砲塔は同スケールに、本体とこの下にある、白い T34 ですね、これは同スケールになっています。ではこちらも、細かいところを見ていこうと思います。こちらの作品はですね、本当はこの遠近感をこううまく利用しまして、この35分の1の通過がこう急降下しながら、この T34 を攻撃するというのがこう、題材になっています。白い方の T34 の方は先ほど言ったように同じスケール35分の1になりまして、その緑色のは今度はこれが、72分の1の小さいサイズです。でそちらの方は爆弾をこう投下してちょっと狙われているようなこうシーンになっています。でキットの方は非常に綺麗に作られてまして、特にこの、羽のこの裏側がですね、このお客様のこう見せたい、ポイントの一つになってまして、こちらの方の塗装も非常に苦労されたそうです。気流に乗ってこう汚れていくものですから、それに流れに合わせたこう汚れをきれいにうまく再現していまして、さらには機体の方もですね、細かくこの、迷彩の方やあと黄色いライン、そういったところも美しく、仕上げられています。でこのように、ちょっと台座にですねこう取り付けまして、その遠近法をうまく利用した意欲的な、作品ですので、こういったバランスをうまく見ながら、作ってみてはこういかがだかと思います。こ
ちら、エントリーナンバー55番、ビジュアル部門です。作品名が100分の1マスターグレードの、ロンメル専用、ドワッジの、マスターグレードになります。アピールポイントの方は、特にないということでしたが、基本的に綺麗に塗装や成形がされた、作品になってます。では、こちらの方も細かく見ていこうと思います。こちらはですね、まず基本工作にすごい忠実になってまして、まずパーティングライン、マスターグレードですが、ほとんどもパーティングラインとか出るところは少ないと思いますけど、そういった部分は全て処理がされてます。で、塗装の方も綺麗にこのドワッジのカラーを、再現しています。もともとはですね、機動戦士ダブルゼータガンダムの地上戦の時に登場してまして、ドワッジというのがあるんですが、さらにこれはロンメルの専用機になってますので、武装や肩、バックパックの部分、頭部などまたそのドワッジと違った形状をしています。で、地上戦のモビルスーツということですので、ちょっとほこりまみれになったようなこのウェザリングが施されてます。それによってこのやっぱり戦闘中や戦闘後ですね、そういった戦った後のもうそのすごい臨場感とかも、こういった汚しによって再現ができますので、普通にね、よく色はきれいに塗った方が、好きな方と、あとはこういった汚しをして、さらにこのキットのボリュームをその塗装で上げていく方もいらっしゃいますので、これの方は好みで選んでいただければと思います。こちらはエントリーナンバー56番、ビジュアル部門です。作品名がマスターグレードジム寒冷地仕様です。プラネームはガシャさんです。こちらのモデルもちょっとアピールポイントは特にないということでしたが、もうこちらも先ほどのドワッチと同じように基本的な製作や塗装の方の、ところを重視している作品になっています。では細部をまた見ていこうと思います。こちらの方はジムのバリエーションの一つとして、寒冷地仕様というタイプのがあります。で、部分的にもいろいろ通常のジムと形状が違うものになってまして、で、色の方は雪の、中での戦闘を想定してますので、ちょっと色合いがホワイト調に、なっています。で、汚しの方もですね、こちらの方は、土汚れではなく、ボディの方がですね、擦れたようなもうチッピングのような汚れを重視しています。これによって、この作品が、いかに戦闘してきて戦ってきたかというのが、ちょっとこの汚れや雰囲気からも醸し出されています。とにかく色合いとかですがね、落ち着いていますので、こういった、ナチュラルな塗装も非常にこの作品によっては映えますから、作られるキットによって色合いなどは調整していくと、またこの作品の深みが増してきますので、そういった方もチャレンジしてみてください。こちらエントリーナンバー57番、創作部門です。作品名がクロスボーンガンダム、XO フルドレスです。こちらの使用キットがクロスボーンガンダムXO の、方になりまして、こちらプラネームがキリングミーさんです。こちらの、アピールポイントが私兼解釈の、XO である点と、あと怒り型の武装が、アピールポイントになっています。ではこちらの方も、細部を見ていきます。こちらの方ですけれども、全体のカラーリングはシルバーで、統一されています。その部分的にですね、スラスターの部分などは金色の、カラーを使ってまして、このフルクロスのラインや足の部分には今度赤い、カラーリングがしてあります。
そしてこちらの方も部分的にいろいろなこう、キットのパーツを使ったこうミキシングになってまして、このフルクロスのパーツのところには大型の、バーニアを取り付けたりとか、あとオリジナルで作りましたこの怒り型の、こう武装ですね、こちらの方もあります。でこちらの、武装の方は刃のついているところに可動ギミックがありますので、この刃をこう展開してまた別の形にするというこのまたギミックなども取り入れています。まあ、こういったガンプラはですね、自由にいろいろなこうミキシングができる作品の一つですので、こう自分でこういったこうガンダムがあったらいいなと思いましたら、ぜひそういったのを、出ているこう部品などを使って制作してみてください。こちらはエントリーナンバー58番、創作部門です。こちら作品名は、ロボット兵との出会いと別れです。使用したキットが、ファインモールドの、ラピュタに登場しますロボット兵です。でこちらの、プラネームは、フーカさんで、10歳の女の子が、作りました、作品です。でこちらの方はですね、ロボット兵のこの胸の壁みとか塔の作りや塔のこの部分ですね、こういったところがこうアピールポイントです。でこちらのですね、この作品を作るにあたって、こちらの、子がですね、こういったこう設計図というかこう原案をこう鉛筆で書いて、この塔の部分やこの、ロボット兵、あとシーターなどのこう配置など、こういったのを、作りまして、そしてこちらの方にはこの、ロボット兵のダメージのこの、原案ですね。まず先ほどのアピールポイントのところのように、この胸の部分のへこみですね、こちらの方をこう、カッターなどでこう切り取っていき、粘土でこのへこんだ部分の形を作ります。で粘土のこの、ところこのへこんだ部分のこの胸の部分のこのエンブレムですね、こういうのもこうそれに合わせて再現し、それでこうビデオを見ながら、この腕の部分の切れた部分、これをこうどこの腕が切れたかをちゃんとこう参考にして、中を粘土で埋めて、こう針金とかでこの、中からこう出てるこうちょっとこうアニメの時にこうちょこちょこちょこちょ こう動いてたこう、まあ、なんていうんですか、肉というか神経みたいなところですね、こういったのを作ってます。で足のところも同じようにこの先の部分をこう切断しまして、腕と同じように粘土とこう針金でそちらのダメージの部分をこう、再現して、ちょっと見た目がこう、ちょっとこう気持ち悪いようなこう感じのこう、雰囲気でこう作っていきました。それでこちらの方の、塔ですけれども、この、こうちょっとこう、ね、しっかり、まあ、ちょっと固めのこのスチロール素材を使ってるんですけれども、こちらのスチロール素材をですね、こう、熱でこうカットするこうコテみたいなものが家族の方がこう作業する道具として持ってましたので、そちらの方を当てながら、こういった石垣のですね、この積んだような感じが出るようにこう水を切ってこう再現しています。さらにはこの灰色で塗って、この石が擦れたようにこの白っぽくこう見せているところで、この石のこの立体感が非常にこう、増しています。そしてこの先ほど言った胸の部分ですね、こういったところをこう切り取って粘土で成形し、この、劇中のところで見えたようなこの状態を、作っています。で腕のところもですね、こちらのところがこう、粘土でこう埋めまして、そこからちょっとこう針金等でこうピロッとこう、パーツの方が出ているような形を見せています。で塔の方もこの部分のと一部分のところでこう、崩れてこうガラガラってなったところがありますけれども、こういったところも熱したそのカッターで切ったり、そこから出てきた部品をこううまく接着積み上げることによって、この石が崩れたような、状態を再現しています。
足の部分もこちらのところがそういうふうにこうダメージを受けまして、この中の部分がですね露出している、状態をこう作っています。ですのでこの、劇中にありますこの全体のこのワンシーンをですねこう切り取りました。非常にこの、なんていうんですかね、こうシータとこうロボット兵のこのやり取りがこう見えていくようなこう作品に仕上がっています。こちらエントリーナンバー59番、ジュニア部門です。作品名が、怪獣8号です。キットはバンダイのフィギュアライズスタンダードの怪獣8号を使用しています。で、こちらプラネームが、しんのすけさんで、年齢8歳です。でこちらアピールポイントは、まあ、この、怪獣8号が戦闘の時にこう体からこう出てくるオーラの色ですね、それの、塗りや手の、色塗り、あとは、首のところまでこう伸びてる歯があるんですけども、そちらのところの色塗りが、こうポイントになっています。ではこちらも、細かいところを見ていきます。でこちらの方はですね、まあ、戦闘シーンの一つをこう再現しているようにこの、土台の部分とかを作りまして、このもうちょっとこう岩が盛り上がったり何か廃材がこう伸びていたようなこう状態を作っています。手のところは、手や足のところはですね、この必殺技のところに使うブースターを、こう使ったこうパンチとその支える足の方を使って支えてあります。で全体的にはこうそのまま、まあ、ちょっと組み立てているんですけれども、この先ほど言った体の部分ですね、戦闘の時にこう光ってこうこう輝いているこのオーラの状態をですねこう再現していますので、この戦った時のこう怪獣8号の迫力がこう伝わってくる作品になってます。エントリーナンバー60番です。ジュニア部門です。こちらの作品名が真珠アリティです。使用キットは、バンダイの、シンデュアリティノワールに登場します、デイジーオーガアルターです。プラネームは、しんのすけくんで、年齢が8歳です。こちらのポイントはですね、この、ジオラマのところにある石の色塗りや、あと基地を壊して出てきたこうシーンを、再現しています。あとは中のこう基地の色や搭載しているこの、人の彩りなども、頑張りました。では、細かいところをこう見ていきます。まずこちらの方ですね、その、ストーリー性を思わせるように考えて作ってあります。この、箱型のこう基地の部分のところからですねこう、飛び出してきまして、その時にこう壁を壊しているものですから、まあ、壁が散乱しています。さらには、まあ、敵のこう攻撃がこう激しかったかですけども、この中のところにまでこう岩が飛び散っていまして、このデイジーオーガアルターの前のところまでこう岩などもこう飛び散ったような感じになってます。それでまあその激しい戦闘シーンをこう再現するように、このウェザリングのカラーなども一生懸命頑張って作ってまして、でこちらのロボットですね、こう中にこう登場する人たちがこういるのですけれども、そういったところの、まあ、色塗りも頑張りまして、こちらの中がですね見せていきますけれども、この、まあ、本体のところにですねこうコックピットハッチが開くんですけど、こうやって中にこう主人公のカナタがこう乗ってたりとか、あとこの後ろの部分ですね、この、このコフィンの部分のところにはこうやってノワールが登場してますので、こういったところも細かくこう色を塗ったところがポイントになってます。エントリーナンバー61番、ビジュアル部門です。作品名が30ミニッツシスター、リシェッタの、リアルタイプカラーです。バンダイの30ミニッツシスターのリシェッタを使用しています。でこちらの方が、
プラネームは、57式さんです。でこちらアピールポイントはですね、あの往年の100分の1リアルタイプシリーズのリアルタイプシリーズをリスペクトしたという、カラーリングです。初代 の, あのガンプラでこうリアルタイプカラーというのがあったんですけれども、そちらの方をあのこうリスペクトしてこちらの、リシェッタの方にあのこうペイントしてあります。では、細部の方を、見ていきます。まずこちらの方ですね、あのこうカラーリングが、まあ、黒やグレー、茶色などを使ったこの、ガンダムのこうリアルタイプカラーをあのベースにしまして、そちらにあのそのリアルタイプカラーの時にこう貼ってあったこのデカールですね、そちらの方をあのこうまた想像させるようなこのいろいろこうマーキングやコーションシール、そちらの方もバランスよく配置されてます。でこのちょっとこうツヤ消しか半ツヤぐらいのこの色の光沢具合ですね、こちらも非常にそのリアルカラーにマッチしてまして、このリシェッタのこうカラーがね、もともとはこう明るい系の色だったんですけども、あのちょっとこういったあの濃いあの色合いになることによって、よりこう戦闘マシンというようなこうイメージのこう勇ましいスタイルになってますので、こういったカラーリングのバリエーションもありだと思います。こちらエントリーナンバー62番、ビジュアル部門です。作品名は、ザクのエグバキです。こちらの方は、プレミアムバンダイの、ククルスドワンの島に登場する、ザクがベースになっています。でプラネームは、塾長さんです。こちらアピールポイントなんですけれども、この機体がですね、この、迷彩塗装になってるんですが、この迷彩塗装がこう全てあのデカールだったものですので、このデカール張りが非常にこう、大変だったということです。でこちらの方も、細部を見ていこうと思います。でこちらの方はですね、もともとの、まあ、カラーリングでこう再現してるんですけれども、そのカラーリングの方がこの全てあのこうデカールでこう形成されてるっていう風になってますので、これだけの広い面積、さらにあのこの曲面や、まあ、割と直角な部分もありますので、こうデカールをこう貼るのっていうのはかなり大変だったと思います。特にこの、曲面とかですね、あのこう綺麗に貼ろうとしても、どうしてもこの、2次元のデカールを3次元に貼らなきゃならないものですから、なかなかちょっとこう難しいところがあるんですけども、そこもこう見る限りこうシワもほとんどなくあの貼れてるところが、すごいと思います。さらにはこの、全体的にこう艶消し塗装で落ち着いてまして、さらにこの墨入れや、まあ、若干この汚しもこう入ってるんですが、その汚しが非常にこのあのおとなしい汚しなんですけれども、こちらのあのこう戦闘シーンなどをこう再現するのにはもう十分こう迫力のあるこう仕上がりになってますので、非常にこのあの目が引きつけられる作品になっています。こちらエントリーナンバー63番、ビジュアル部門です。作品名がアジトのポルコで、こちらの方はファインモールド の, あの組み立てキットの、アジトのポルコをあの組み立てたものになります。でこちら、プラネームが江戸川橋春夫さんです。こちらアピールポイントはですね、あの原作漫画の飛行艇時代の、水彩画の雰囲気を、目指しているそうです。でこちらじゃあまた細かく、見ていきます。まず、こちらの方の、キットですけれども、ちょうどこのポルコがですね、電話を取ってあのこう話してる、まあ映画に出てきたワンシーンを再現しています。多分この時はあのこのちょうどマンマユート団の方がですね、あのこう、飛空艇を襲っている時にこのポルコにこう依頼が来た時の、ワンシーンだと思います。ポルコの方もですね、このビーチチェアのところにこう、座ってあの机に足を腰掛け、それで片手には受話器、もう片方の手にはこの、電話の本体の方を持ってこう対応している状態が再現されています。でその浜辺のところにはこう、波などもこう押し寄せてまして、さらにバケツ本、まあ、お酒やラジオ、そういった小物などもこう、この作品の、時代に合わせたものが使われています。
で、カラーリングの方もですね、その、原作漫画の方の、雰囲気をちょっとこう、再現してまして、ちょっとこの、淡いこうカラーリングと言ったらいいんでしょうか。そういったちょっと水彩画独特の、雰囲気をもうこう綺麗にこちら の, あのキットの方で再現していますので、こういったあのこの色合いなども、まあ、非常にこの見栄えがしてあのいいと思います。こちらエントリーナンバー、64番ビジュアル部門です。作品名がガベラ1999です。こちら、プラネームが江戸川橋春夫さんです。でアピールポイントはあの実在する生き物の雰囲気を参考にしてみました。中学生以来のプラモ制作があの楽しかったそうです。じゃあこちらも細かく、見ていこうと思います。こちらですね、あの、まあ、ちょっとこうガメラとい う, こう怪獣を、ベースとしましたあの作品になっています。でこちらの方非常にこのあの生物感がこうあふれるあの雰囲気で塗装がされています。結構、実際のこの、まあ生物ですね、そちらの方もあのこう参考にしているらしくて、あのこのちょっとあの光沢感のあるこう皮膚、そういったところやあとこう甲羅などもですね、こう塗装を非常にこう工夫されて、ちゃんとこの立体的に見えるように明暗をあのこう分けています。で体の部分もですね、こう、まあ、墨入れだとは思うんですけれども、いろいろこうシワの部分やあのお腹の部分、そういったところもあのこう、細かくこう差し色が入ってますので、そこもこうちゃんとこの、立体感があの増してると思います。で顔もこう怪獣らしく非常に迫力のある顔をしてまして、あのこう歯やあのこの口の中、そういったところまで細かく、塗装がされてます。で 目がですね、非常にこの、こう力強く描かれていまして、ちょっとこういうあのキャラクターのものはですね、この顔とこの目との塗装のバランスが難しいので、そういうところがしっかりこうできている、作品になっています。こちらエントリーナンバー65番、ビジュアル部門です。作品名が、青島の高尾です。こちら700分の1 の,、リニューアル版の、高尾を使用しております。でプラネームは大岡さんです。でこちらのアピールポイントは、ファインモールドのエッチングパーツを使ってオール筆塗りで、仕上げてあります。ではこちらもあの細かく見ていこうと思います。まず、こちらのキットですね、最近こうリニューアルされました青島の、ウォーターラインシリーズの高尾を使用しています。こちらの方はあの偽装パーツなどがスライド金型を使うことによりよりあのこう精密でモールドのこうはっきりしたパーツとして仕上がってます。さらにファインモールドの、エッチングパーツを使用しまして、あのこの手すりやあとこのクレーンマスト、あとはこの砲塔の上にあるアンテナなど、こういったものが、使われてまして、この部分がこうシャープに見えることにより、さらにこの船舶模型はあのこうリアリティがこう増していくようになってます。さらにこちら本体の方すべてあのこう、水性塗料での筆塗りということになってます。広い面積ではありますが、あの非常に丁寧に塗られてまして、まあ、ほとんども船村などもあの確認できません。さらにこの甲板などの小さい部品のところの塗装などもあのきっちりあのされてますので、まあ、細部にわたりあのこう丁寧な仕上げになった作品です。こちらエントリーナンバー66番、ジュニア部門です。作品名は神様的なエリエリカです。こちらバンダイの13ミニッツシスターのエリエリカを使用している、ミキシングキットです。お名前はプラネームはあいみさんで、9歳の女の子です。こちらのアピールポイントはですね、ネバリアとエリエリカをミキシングしたところです。でポイントの羽をグラデーション風にあのしてみました。ではこちらも、細部を見ていこうと思います。こちらはですね、まあ、基本的な、まあ、13ミニッツシスターの、ミキシングキットになってます。
でこちらの方には、まあ、2体のその、シスターのパーツを使ってうまくあのこう雰囲気をあの再現してます。羽の先はこれはなんかマーカーのようなものでですね、あのちょっとこう、グラデーション風にあの頑張ってこう塗っています。さらにあのこうことぶき屋の方から出てますこういったあの、パーツを使いまして、まあその相手に向かって、まあ、攻撃をしている最中だとは思うんですけども、この魔法陣のようなところからこの、歯のこうナイフのようなあのこうパーツがですね、こう前面の方に、こう伸びていく、ようなこうシチュエーションになってます。まあ、女の子の方もですね、羽とこう腕を広げてこう非常にこう躍動感のある作品になっています。こちらがエントリーナンバー67番、ユニーク部門です。作品名が、スレッタとエアリアルです。こちら使用あのメーカーはバンダイの、フィギュアライズスタンダードの、スレッタマーキュリーと、フルメカニクスのガンダムエアリアルです。でこちら、プラネームはケロロンさんです。こちらアピールポイントは、まあ、エアリアルは真面目にメタリック調仕上げをしまして、スレッタは 13MS とエアリアルのミキシングの、モデルです。ネタに走ったので、工作は雑になっちゃったそうです。ではこちらの方もあの細部を見ていこうと思います。でこちらのキットはですね、まずその、まあ、2体の方をですねこう組み合わせてるということになってまして、まあ、ちょっと前面に、あります、まあ、スレッタのこの、モデルですね。こちらはあのスレッタマーキュリーの頭部を使い、あの13ミニッツシスターのボディと、あとこう144分の1のエアリアルの、部品などをこうミキシングした、ちょっとこう昔でいうところの MS 少女をあのこう目指したような感じの、作品になってます。さらにエアリアルの方はですね、基本あのこの白いボディの部分をあのこうシルバーの、塗装にしてまして、かなりまあちょっと雰囲気がこう変わった感じです。まあ、ちょっと色合い的にですね、こうシルバーということでちょっとこう、まあ、白 の、 あのエアリアルよりは派手さがこう増しています。まあ、さらにあのこう、まあ、部分的にはあのこうコーションシールなどそういったのであの、このエアリアル自体をデコレーションしていますので、そういったところも、まあ、この一つ作品を、引き立てているところだと思います。まあ、ちょっとね、このエアリアルとこのスレッタ、この2体のこのペアでこう戦っているとイメージした、作品になっているんだと思います。こちらはエントリーナンバー、68番、ジュニア部門です。作品名は、お庭でピクニックです。こちらはバンダイの、ハローキティとアスカモデルの、ポムをあの使用しています。でこちらは、プラネーム、ユニーちゃんの、8歳の女の子です。こちらの、アピールポイントはですね、お金持ちのポムとおしゃれなキティが一緒にピクニックをしているところを再現した、モデルです。ではこちらも細かく、見ていきます。こちらはですね、あのこの、ハローキティとポムの方にこのデコレーションシールとか、あとこの、ハローキティの方のは布製のスカート、こういったものを使ってあのデコレーションしてます。あのこのキラキラ光るあのこのジュエルシール、あとはあのフリルのようなこのデザインのシール、こういったものを使いまして、この2体のこうキャラクターをですね、さらに可愛らしくあのこう、ドレスアップしています。こういったのはやっぱり女の子のあのこう得意分野になりますから、あのカラーリング、カラーリングというかデコレーションですね、デコレーションをこう女の子らしくこう可愛くこう見せたいとい う、 こう一生懸命なあのこうところがこう見えてくるあの作品になっています。こちら、エントリーナンバー、69番です。ビジュアル部門になります。こちらは、作品名 F2B です。キットの方はファインモールド72分の1の F2B の、使用です。でプラネームは、カズさんです。
こちらのアピールポイントは、フリーハンドで描いたあの迷彩と、汚しです。ではこちらの方もあのこう細かく見ていきます。こちらの方のキットはですね、まずこの、会場迷彩をこの、ところをこうフリーハンドで書かれたということなんですが、とてもそういうふうには見えないぐらいこう綺麗なあのこの迷彩のグラデーションになっています。さらにあのこの、ファインモールドのキットはですね、モールドが非常にこう、細かくてあの細いあのこうキットなんですけれども、筆塗りにしてはこうそういったところがちゃんとこう残ってこう綺麗にこう、パネルラインなどが見えるところもすごいと思います。そして、まあ、あのこの機体ですね、やはりちょっと汚しのところですけれども、こう飛行機が飛行した後にあのこう汚れるようなこうイメージをして汚しが入ってますので、そういったところもこう実機風になっています。さらにこのベースの方にはですね、この駐機場の上にこう、待機しているという感じで停車してますので、そういったところもこの、台座とあの機体を合わせて、まあ、非常にこの、使用感あふれる、完成の作品になっています。こちらエントリーナンバー70番、ビジュアル部門です。作品名が F16CJ です。こちら使用キットはタミヤの48分の1スケールの F16CJ です。こちらプラネームはカズさんです。アピールポイントは、汚しとあといろいろと汚しなどをいろいろと、チャレンジしたところになります。じゃあこちらの方もあのこう、細部を見ていこうと思います。こちらの方ですね、まあ、48分の1の F16 ということで、まあ、F16 でもこの、スケールになると非常にこの迫力のある、機体になっています。でこちらの方はあのこうまずこう汚れの塗装に非常にこう、気を使って塗装しています。そしてあのちょっと分かりづらいんですけども、機体全部と機体後部で若干このグレーの色合いなども、変わっています。そちらの方の境目などもこう非常にこう綺麗に、塗られています。であのこちらですね、まあ、飛行後 の状態を再現するとですね、ちょうどこの気流に乗っていろいろなこう汚れですね、油やあのこう空気 の中の、まあ、混じった汚れ、あと塩汚れ、そういったものがいろいろとこう付着しまして、だんだんこう、汚れていくんですけれども、その、汚れ方もあのこう機体やあと装備されているタンク、こういったところのまたちょっと汚れ具合などの違いも、ポイントの一つになります。さらにアフターバーナーのところの、塗装もですね、この非常にこう、きらびやかなこう綺麗なあのこう色合いが出てまして、こちらの部分はですね、こうよく、まあ、あの高温で焼けますから、まあ、焼け色みたいなあの感じで、再現されています。非常にこの、 あの見た目もこう迫力のあるこう F16CJ に、仕上がった作品です。こちらエントリーナンバー71番、創作部門です。作品名はガンダムマーク2です。こちらの方はあの、バンダイの144分の1の、ガンダムマーク2を使用しています。プラネームはニトイチさんです。でこちらアピールポイントは足首シリンダーの作り込みや、あとテスト機のような、カラーリングをで仕上げたというところになります。ではこちらもあの詳しくこう見ていこうと思います。こちらはバンダイのその144分の1のガンダムマーク2をベースに30ミニッツミッションのパーツを使ったミキシングの、キットです。でこちらのモデルはあのこう本体がこうちょっと白いあのカラーリングを基調としまして、武装の方が、濃いグレーをあの使っています。それによってこの前と後ろの印象がかなりこうガラッと変わるあの機体になってます。で先ほどのアピールポイントにありましたけれども、足首から伸びているシリンダーの部分ですね、そちらのところにあのこうついているプラパーツを切除しまして、あの真鍮線を使いあのこうもっとこう、金属感、まあ、質感などをこう上げています。
さらにあのこの、まあ、カラーリングが非常にこの美しく仕上げてまして、まあ、あのスラスターなどのオレンジの部分がこの白い、こう機体に入る、のもワンポイントです。比較的こう、まあ、落ち着いたあの状態で仕上げてありまして、まあ、作品としてはあのこう色合いのこう綺麗さが、まあ一つのポイントになってますので、まあ、こういったあのこうミキシングでいろいろとこう工夫しているところも評価が高い一つになっていると思います。以上が、今回の、プラモデル作品、プラモデルコンテストにあの出展していただきました作品になりますので、ぜひお客様もあのこう店舗まで、来て直接ご覧になってください。このようなまた機会がございましたらこちらの方からも、ご案内させていただきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。